山形市立商業高等学校は、山形県山形市赤根川岡にある市立商業高等学校。1918年創立で県内唯一の私立高。文部科学省スーパーイングリッシュランゲージハイスクールに指定されている。総合ビジネス科、経済科、国際コミュニケーション科の産学科があり、日商簿記検定など、各種検定の取得に強く就職率も高いが、 卒業後は約半数が大学に進学。指定校推薦なども多数あり、経済科の進学率は約90%。高いレベルで就職も進学もできる商業高校として関係者から高い評価を得ているといい、学校として日本一の商業高校を目指す。としている。略称は山形商業、山商山形市近辺では、 商業とも呼ばれている。また、校舎などを約105億円の総事業費をかけ、PFI 方式で全面改築。食堂と図書館を一体的に活用する、ラーニングコモンズも設置される。鉄道高等学校必ず履修科目、ミリ修問題で、日本史もしくは地理と倫理の授業を政治経済に割り当てている、大学への推薦書類でミリ修科目に成績をつけている。 喉の履修不足が問題化した。部活動では、女子バスケットボール部が2011年ウィンターカップ、準優勝、女子バレーボール部の春の高校バレー出場のほか、レスリング部が全国有数の強さを誇り、好結果を残している。2008年、レスリング部内での暴行事件が一時、問題となったことがある。ありがとうございます。